今日から明日にかけて、本州の南岸を低気圧が通過していく予想です。いわゆる南岸低気圧というやつですね。午前8時の雨雲の様子を見ると、すでに西日本、東日本、雨の降っているところがあります。この後、予想を見ていくと、正午の時点では、長野県や愛知県、静岡県の山間部など、標高の高いところ、雪の範囲が広がってきそうです。 夕方以降は西日本も雨の範囲が広がり、関東甲信の山沿いでは雪のエリアが広がるような予想となっています。夜遅くからの深夜帯は山沿いで紫色の表示、雪の降り方が強い表現も出てきています。積雪が一気に増える恐れがあります。関東の平野部はというと、現時点では沿岸部に近いほど雨の可能性が高いです。 明日の朝から昼前には、低気圧が最も接近してきます。このタイミングで寒気も退くため、山沿いも雪から雨へ変わるところが多くなってきそうです。そしてこの雨、いつまで降るんだということですが、明日午後になってくると関東の南部から止んできます。改めてマークで見ていくと、雨が主体の予想とはなっていますが、気温が低くなると雪になる可能性もまだあるため、 明日にかけて雨や雪の動向に注意が必要です。